行けお前ら、おらおら死ねー、あ、ジェフェリー、はいはい、お疲れ様です。さあ、というわけで倒しましたね。そしてなんかものすごく回収しにくいところに落としましたね、やつ。このインゴットみたいなのを全部集め切りたいっすね急に冷静になってきた。一回ちょっとウォータードラゴンかなんかに毛布して、いやー倒したねまあ紆余曲折ありましたが、まあちょっと皆さんのクリエイティブ使っていいようのおかげもあり、ジェフェリーたちの協力もあり、なんとかモブジラを倒すことができました。いや嬉しいね。やっぱモブジラってこうあれじゃん、あのオワスポを代表すると言っても過言ではないやつじゃないですか。ちょっとなんかいろいろ落ちてるね。なんかアルティメットボーとかも拾っておきたいな。おお、祝報をあげている。これ何、エメラルド。うわー、ちょっと待って、お前違うだろ今。俺は今余韻に浸ってんだ、余韻に。あ、でももう落ちてない、もう落ちてない、もう落ちてないかな、落ちてないっぽいっすね。オッケー、あ、アルティメットボー拾っておきたい。よっしゃ、拾い終わったってことで、帰りましょう。全部モブジラスケールが59個ね。これで多分装備を作って、また、どんどん強敵に挑むんでしょうね。次、モブジラ。やってみっか。スピードがすごい。はい、来た、モブジラさんです。皆さん、見えないですね。見えねえな、これは見えねえな。これは見えねえ、どうしよう。クソ歩きにくい。デデデンデデデンデデ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 、歩きにくすぎる。やめた。この縮まり方がすごい。さあ、ということで、じゃあテレポートして帰るか。うわ、ひどいやりさまだな、この辺。いや、でも君たちの犠牲もあり、なんとか勝つことができたよ。ありがとう、みんな。よし、帰ろう。我が家へ。我が家へ帰ろう。あ、湧いてねえんだ。よっしゃ、ちょっとこれでどうやって装備作れるかちょっと見とくか。モブジラ、この辺かな、あ、この辺だ、多分。ああ、なるほど、こうやって装備を作るわけね。はいはい、じゃあ、普通に。はいはい、なるほど、なるほど。はい、というわけで皆さん、もう、1日使ったね。というわけで、モブジラ倒すことができました。皆さんの優しい、痛いな、痛いな、皆さんの寛大なお心遣いでビッグバーサーを取り戻すことができ、さらにモブジラも倒すことができたと。はい、皆さん。ご視聴ありがとうございました。さよなら。最終回じゃないよ、ちなみになんかすげえ最終回っぽいこと言ってるから最終回じゃないよ。じゃあね。どうもー、春です。ということで、オワスポンやってみましょう。いっといなー、何そんな時は、これ、アルティメットボー、あ、古いやつの方がいい。こんな時は、アルティメットボー、これがあると、遠距離のうざい敵を一瞬にして、消し積みにすることができるんだよ、ということで、はい。まあ、とりあえず、まあ、前回、モブジラを通して、このモブジラスケールを大量に手に入れたので、まあ、とりあえず帰ってね、この早く、モブジラ装備を作っていきたいと思います。で、その後、今回チャレンジダンジョンね、不安定なアリの世界のチェスト増えたね。不安定なアリの世界の、チャレンジダンジョンにこのモブジラ装備で、挑んでいきたいなと思う次第でございます。はい、というわけで、じゃあ早速、作っていこうかな。もう、アルティメット、お前も用済みだ。すげえな、アルティメット装備が用済みになる時代って、来るもんだね。来るもんだね。頑張って、もうマンティストラップとか、全然使わなかったけど、結局。結局、全然使わなかったけど。よっしゃ。これで早速作っていこう。まず、これで頭。はい、できた、モブジラ。モブジラスケールヘルメット。そして、はい、胴。そして、足なんだ、ズボン？ズボン、レギンス。で、これで、ブーツですね。よし、一式揃った。これ、モブジラスケールって他に使い道ないのかな？ちょっと待って待って、とりあえずこのビッグバーサーを構えへの変身シーンでちょっとね、見栄え、うわうわ変身シーンでちょっと見た目を見よう。記念撮影。いやー、かっけえかっこいい、すげえ、やば、お、これだよ、これ、これ、これ。これサムネかな。いや、でもこういうサムネってあんまり伸びない気が。いや、気にしない。もう再生数の伸びとか気にしないでいこう、これが。これマジかっこよくない。
いいよこれ誰かあのツイッターのヘッダーとかにして、なんかあの長さもビッグバーサちょうど入るぐらいでしょ。いいよこれみんなツイッターのヘッダーにしても、フリー素材ぜひスクショ撮ってね、ツイッターで使ってください。まあ何でもいいけど、チャンネルアートとかでもいいよ。もうあの自分の実況のチャンネルアートに全然関係ない実況者の写真を載せるっていうことをしてもいいですよ。私が許可しましょう。よし、それじゃあ、チャレンジダンジョン行きましょうか。金リンゴをまた買っとくか。あのまたあのひたすらシードを狩る作業に。すっ、めっちゃできた。めっちゃできるな。よし、じゃあこれを狩りまくろう。さあ、ここの毎回毎回お世話になってるこの場所。はい、これいっぱいにしときてえな。うわっしょい。よし、じゃあこれでじゃんじゃん狩っていきましょう。なかなか上位の金リンゴって出ないもんだね。あ、40個 OK、 溜まったので、狩りましょう。おちち、意外と死ぬかもしれない。あ、待って、あ危なくね。パニクって操作できなかった。こんなにゴリ強い装備着てんのにクリーパーにビビる男。よし、それじゃあなんかこういうのって一気にまとめる方法なかったっけ。あ、いけた、天才かもしれない。よし、それで、リンゴ持って、あと剣持ってっか。木と、あと松明だね。松明と、うわすげえ、なんでもここに揃ってるじゃん、最強。でも足場、いやいらねえ、もう足場とかもう飛んでるしね、いらないでしょ。よし、それじゃあいきますか。不安定なアリの世界はこの辺ね。よし、これだね。さあ、でも俺チャレなんね、ぶっちゃけ動画とかね一切見てないから、あのどういうものかとか俺わかんないんだよ、チャレンジダンジョンに関しては。よっしゃー。まあまあ、別に上からガツンと言ってもいいんだけど、でも上からっていけないのかな。多分岩盤に囲われてるからいけない、臭いよね。やっぱ正攻法じゃないと。相変わらず重いね。相変わらず重いな、本当にこのワールドは。じゃあ、ちゃんと正攻法で、この階段から行くか。あれ、でもこの階段さ、登って、どう進むのこれ。ここ行くじゃん、全部岩盤じゃん。ってことやっぱ下から行かないと。ダメなんすかね。どう行けばいいのこれ。これない、これ。あ、アメジストブロック。アメジスト手に入る放題じゃん。地味に、なんかすごい高価な素材でできてんだな、この看板。あー、なるほど。こういう感じで登っていって。あ、でも一番上、最初から一番上行っちゃう。うん、行っていいかな、別に。だって、よくね、だって、ねえ。え、あ、やっぱダメっすかね。え、でも待って、ここ行ってどうすんの、ここ行って。でもこの中にさ、入れなくね？あ、ここに穴がある。やっぱ下から行った方がいい？下から行った方がいい？ちゃんと挑め。はい、わかりました。ちゃんと下から挑めとな。いや、もうこういうところはもう、ちゃんとこうやって。あ、来た。もうゴリ押す。ね、これやっぱさ、普通に行ってもそんな、そんな変わんない気してきた。これ普通に行ってもそんな変わんない。ちょ、待って。もうあの、普通に行っても多分変わんねえや、これ。あー、やべ。あ、でも、やっぱ変わる。これは変わるわ。あー、でも、あ、ちょっと、なんかもうめんどくさくなっちゃったね。行きます。てーい、てーい。やーい。おー。おー、あ、やっぱビッグバース強え。ビッグバースマジ強え。待って、これで。うわうわ、ちょ。これ何？なんか、マイナーズドリーム。で、これどっからどう行くの？どっから。ここを壊していけと。で、よくよく考えたらさっき、あ、でもそっか。え、待って、こっからどうやって行くの？なんかね、噂によるとクソ強えビッグバーサみたいなやつがあるみたいな話を聞いたんですけど。え、こっからどうやって行くの？あ、ここか？あ、ここだ。ここにある。うわぁ。PC 版、うわ、バジリスク、カービィでいう格闘王への道みたいな。あれだ、このチャレンジダンジョンの種類があるみたいで、なんか一番難易度高いのが6階建てってことは、これ何階建てだ。で、6階建てに行かないとダメってことかな。あ、これは低い。動画見てくれてありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録をしてください。まあね、はい、チャンネル登録をすると、僕が動画出した時に通知が行くようになるんで、まあ、
動画を見なくてもいいや。もう、もう、いっそ動画を見なくてもいい。動画を見なくてもいいからチャンネル登録をしてください。チャンネル登録をお願いします。本当に。僕のやる気につながるんでね、ぜひ、チャンネル登録してください。あと、高評価やコメントもよろしくお願いします。コメント、最近できるだけ返すようにしてますんで、ぜひぜひどんどん気軽に、もう何でも、うんこでも何でもいいんで、コメントしていってください。あと、ツイッターもやってます。ツイッター、実況者春で調べてもらうと多分、俺のアカウントが、まあ、出てくるんで、まあもう僕ね、登録者数の割にツイートのお気に入り数がめちゃめちゃ少ない。めちゃめちゃ少ないですよ、本当に。これも今一番の悩みが、ツイートのお気に入りが尋常じゃないほどに、少ないっていうことが悩みなんで、ぜひ、ツイッターフォローして、お気に入りとかしてください。ツイッターでね、よく視聴者さんと交流してるんで、はい、よろしくお願いします、ということで。はい。ぜひ、また、別の動画も見てください。お願いします。